んなにたくさんの人、初めて見たわ。あなた、もしかしてあの島から出たことがないの？ええ、メモリアに来たのも初めてよ。なかなかの味だな。このスープ、複数の食材を組み合わせてはいるが、互いの味が喧嘩してね。こいつは誰にでも作れるような代物じゃねえな。お、さすがだな。やっぱりあんたに食わせて正解だったぜ。そんなあんたを見込んで頼みがある。俺はこいつに負けないスープを飲んでみたくてな。もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって全部タダでくれてやるぜ。面白い、その話乗った。じゃあ料理ができたら俺に話しかけてくれ。楽しみに待ってるぞ。そうは言ってもサンジ君、何か当てはあるの？さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。その辺の食材を使っても太刀打ちできねえんじゃねえか。そうだな、この辺で手に入るもんで使えそうな食材といえばサソリの足肉だな。サソリの足肉だ。そんなもん食えるのかよ。ああ、毒腺を破かないようさばく必要があるがな。それなりに手間だが、俺なら問題ねえ。それともう一つ、サンディシェルって貝も必要だ。ありゃいい出汁が出る。スープにはうってつけだ。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。近くの砂浜で簡単に手に入るはずだ。集めたらどうすればいいんだ？ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。食材集めてサンジのスープ飲むぞ。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったくあんたたちは。あたしたちの目的はあくまで食料を手に入れることなんだから忘れちゃダメよ。
なあサンジ、西の入り江に来たってことはここの砂浜でさっき言ってたサンディシェルが取れるのか。ああ、そのはずだ。だけどどうやって探すの？みんなで手分けして潮干狩り？いいや、ナミさん、ここは俺に任せてくれ。食材集めもコックの腕のうちってな。あったぞ。こいつがサンディシェルだ。こんな簡単に見つけるなんて、サンジすげえな。褒めたって何も出ねえぞ、チョッパー。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。でもサソリってどこにいるの？砂漠に行けばいるだろうが。一応スパイスビーンに戻ってサソリの居場所を聞いてみるか。はあ、サソリの居場所を知りたいって？なんだってそんなことを。ま、サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てまっすぐ西へ進めば着くはずだ。わかった、ありがとな。なーに、いいって。それよりスープ楽しみにしているぜ。よし、それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。それにしても変ね。ん？どうかしたのか、ナミさん。アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くにこんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。みんな、準備？どうすっかな。ゴムゴムのガトリンだ！いけんじゃねえか。おった。ボーショット！おめえら気をつけろ。あ、私以外を狙ってよね。
やるわよ。サンダーボルト点火。トレインタフルール、フリップ。そんなに戦いたいの？相手になる？バースコート。ゴムゴムのサンダーボルト点火。やってくれたわね。トレインタフルール、レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ナミさん、これが終わった。ムートンショット。行くぞ。行くぞ。天候の科学、行くわよ。サイクロンテンポ。任せて。これでどう？当然の結果ね。海の一流国は技も。俺はまだまだ強くなる。少しは強くなれたかしら。私の予報は百発百中。俺は強くならなくちゃいけねえ。俺強くなった気がする。ようやく感覚が戻ってきたぜ。サンジ。おう。お、腕が鳴るな。さあ食え。これが俺の作った料理、サソリと貝のスープだ。ほう、興味深い香りがするな。では一口。うわっ、これはこの澄んだ味わいはサンディシェルから取った出汁。それにこの肉肉しい味わいはサソリの足肉を使っているのか。いやー、お見それした。こんなにうまいスープは初めて飲んだぜ。やった、大好評じゃない。ということは8人分の水と食料は
うまそうな匂いに釣られてきたな。ルフィ、お前がいるとはな。エース。ん？どうしたルフィ？また会えるなんて思わなかった。おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよまあ話は飯を食いながらにしよう。腹ペコなんだ。そうか、じゃあサンジ、先の頼む。ああ、任せとけ。